レッスン4の漢字の紹介をします。えー、レッスン4では、えー、とこれらの19の漢字を紹介します。まず最初の漢字。えー、この漢字ですけれども、意味は give とか grant の意味があります、えー。あまりいいストーリーじゃないかもしれないんですけれども、Imagine this part like some sort of a key and this is a hand. So, someone gives a key to your concern, a key to your questions or answer to your questions というので、これ give の意味がありますで。読み方なんですけれども、音読みでよというのがあります。例えば給与、これ salary、えー、それから関与するこれ to participate in 何々に関与するというので、まあ、えっ、ー、と、to participate in p パーティクルはにです。 それから寄与するこれ to contribute 特にえっとコントリビューションの意味があります訓読みなんですけれどもこれはもうみんなよく知ってると思います与えるえ to g give え何々を何々,何々に与えるえという使い方ですでは次の漢字です えー、この感じですけれども、意味は inside という意味です。えー、これ大丈夫ですよね。これ person。So,、uh, there is a person inside his house. まあこれ inside というので、まあ、inside という意味があります。読み方なんですけれども、音読みでないという読み方です。えー、例えば、内容、これは content。それから内部、これは interior。この部っていうのは part だから、 えー、内部、インサイドパートというので、インテリア。それから、内科、えー、これ、インターナルメディシン。えー、それから、家内、えー、これは、マイワイフですね。うちの中にいる人というので、まあ、マイワイフ、えー。他の人のワイフのことは、奥さんと言いますから、気をつけてください。それから、国内、国の中。それから、その反対としては、国外、国の外。 それから、いない、これは、えー、within、えー。それから、案内するっていうので、to guide という意味があります。訓読みなんですけれども、内という読み方があります。えー、内側、これ、side の意味です。So, inside 反対側は、外側、outside。それから、内気なっていうので、シャイというなアジェクティブがあります。えー、これ、 えと外気こ,これは使わないでください。えー、シャイこれだけです。気をつけてください。はい、では次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、意味は right とか correct の意味があります。いろいろな覚え方があるかと思うんですけれども、one way to remember this 漢字 would be、uh, when you hit the corner or the Uh, dead end, you need to stop.、Uh, これは stop,、uh, 止まるという感じです。So, when you hit the dead end, you need to stop. That's the right thing to do. というので、Right,、uh, correct, という意味があります。で、読み方なんですけれども、音読みで正、正というのがあります。えー、正解、これは correct answer、えー。それから正義、これ justice. え正確な,なアジェクティブなんですけれども accurate、えーえー、これの反対これ不正確な、えー、これはネゲーションの,あのプレフィックスですよねそれから不正な、えー、これ unjust これもなアジェクティブですそれから、えー、動詞 verb で修正するこれ to revise repair という意味があります訓読みの方なんですけれども ただとかまさ。正しいこれは correct。えー、正しい答えです。correct answer とか。それからまさに surely というアドバーブの使い方もあります。次の漢字です。えー、この漢字ですけれども、意味は etiquette、right. Uh, courtesy, gratitude という意味があります。でえ、コンポーネントなんですけれども、このコンポーネント、意味としては、ア t ターの意味があります。So, in front of the altar, someone is praying uh, uh, on her knees っていうので、まぁ、あ、エティケッ e that's the right way to pray。etiquette とか、courtesy, gratitude、uh, という意味があります。 えー、音読みなんですけども、レートか来、訓読みはありません。えー、失礼する。これ、to be、uh, impolite ですよね。これ、失う、to lose。そう、エティケットを失うというので、to be impolite。失礼する、えー。でも、あの失礼しますっていうのを 例えば先生のオフィスに入るとき、えー、そのときには失礼します。それから、えーあ、どうも失礼しました。これはどうもすみません。という意味になります。次、礼儀なんですけれども、これはマナー、コーテ courtesy、えー。それから、謝礼、reward。これは大抵お金です。えー、謝礼として、えー、例えば1万円差し上げます。えー、こんな言い方を、えー、使い方をします。 それからお礼、これは appreciation, gratitude。例えばですね、助けてもらったときはお礼を言わなければいけません。こんな使い方をします。えー、次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、to turn toward とか face toward、それから、まあ、over there とかっていうそんな意味もあります。 で、まあ、覚え方なんですけれども、まあ、something is happening beyond the limits of the house というので、it's face toward あるいは over there というそんな意味が出てきます。読み方なんですけれども、音読みでこう、まあ、えー、向上心というので、aspiration という言葉があります。それから方向、これはいいですね、まあ、direction、えー。それから傾向、これ、 テンダンシー何々する傾向がありますという、うん、使い方をしますそれから訓読みなんですけれども、えー、向こう over there あとですね、えー、時々使われるのが子供向けこれは for children、えー、子供に appropriate なという使い方です例えば子供向けの映画それから女性向けの、えー、商品とか大人向けとか こんな使い方もします。では次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、意味は form とか to achieve の意味があります。ちょっとコンポーネントを見ていきましょう。えー、このパート、えー、ここクロッシングは実はないんですけれども、まあ、えー、万、一万、そうですね、10,000。 それからこのパートなんですけれども、これは spares の意味があります。so, 10,000 soldiers with spares to form a strong army というので、まあ、to form、それから to achieve の意味があります。読み方なんですけれども、えー、音読みでせとかじょうというのがあります。えー、成功する、to succeed、大丈夫ですね、えー。この反対は失敗するです。 それから成長する、to grow。えー、賛成する、これは、えー、to agree。何々に賛成するという使い方です。それから、完成する、これは、to complete、えー。何々を完成する。それから、成績、グ、え、レーえー、大学の成績は良かったです。あるいは、このクラスの成績は良かったです。えー、それから、成人式。これは、 Coming of age celebration. 日本でその成人式は1月15日にあります。訓読みの方なんですけれども、あまりみんなは使わないかもしれないんですけれども、これ、なる、とびあの漢字を使わなくても、もうひらがなで大丈夫です。例えば、寒くなるとか、その become です。それから、なすっていうので、to accomplish という動詞もあります。 感じです、えー、この感じですけれども意味は「to oppose, opposite, against」という意味があります。であの、面白い覚え方のお話はないんですけれども、えー、こちら左側これはいいですよねあの文っていうんですか、あのリ r a リーとかそれから「letter」そんな意味があります。それから右側このパートなんですけれどもこれ「んと読むんですけれども Um, it used to be used as a kind of you know, measurement unit, like inch. De, a little bit とか few, s ういう意味もあります。で、えー、読み方なんですけれども、えー、音読みで対とかついっていうのがあります。例えば、反対する、to oppose。これ、何々に反対します。えー、それから、対抗する。 えこれも、t oppose o、uh、とか、to register の意味があります。それから、対応する。これ、to deal with。その問題に対応しています。これもにをとります。あと、対立する。これ、to confront。何々と対立しています。この場合には、とをとります。あとですね、絶対。これ、absolute なんですが、よく使われるのが adverbial form で、 絶対に、absolutely、えー、絶対にそんなことはしません。えー、そんな使い方をします。あと、対等、これ、なアジェクティブなんですけれども、equivalent という、えー、意味です、えー。訓読みはありません。次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、 意味は example の意味があります。で、えー、とちょっとあのコンポーネントを見ていきましょう。このコンポーネント大丈夫ですね。これ、person とか people。それから、この右側なんですけれども、これ、let's line という意味があります。で、ちょっと変な覚え方かもしれないんですけれども、people are waiting in line to give some samples というので、sample, example という意味です。で、えー、音読みなんですけれども、例 というので例これは example それから例文これは example sentences、uh、sentence それから例外これ exception ですそれから例年これはいつもの年というので every year というそれから前例これは前の example precedence ですよねそれから比例するこれ to correlate 何々と 比例しています、えー、こんな使い方をします。訓読みなんですけども、えー、よく使うのが例えば、for example という意味です。では次の漢字です。えー、この漢字あの、意味はですね、third person pronoun、彼、えー、とか、それから that とかっていう。 コンポーネントなんですけれども、えー、この左側のラディカルこれは行くこれだからとゴーのあるいは w a ークそんな意味がありますそれから右側のコンポーネントなんですけれどもこれスキンの意味があります So the person walking with skin that's the third person、uh, he とか、まあ、そんな覚え方でいいかと思います えー、読み方なんですけれども、えー、音読みで火というのがあります。まあ、これは覚えなくてもいいかもしれないんですけれども、あのブリズムのセレポレーションというか、休みで悲願というのがあります。これは春と秋にある、えー、そのブリズムセレ,セレモニーというか、ホリデーなんですけれども、そんな時にこれ悲願というので、この漢字を使います。 えー、でもみんながあの勉強しなくちゃいけないのはこの訓読みの方です。例えば彼、he、それから彼女、she、えー、彼ら、they ですよね。それから彼氏これはまあ b o y f r i e n の意味があります。えー、次の漢字です。 えー、この感じですけれどもすみません何、えー、ですかこう覚えるストーリーはないんですけれども、えー、これ下のところは月ムーンの意味ですよねでえっ、ー、と意味としてはこれ to raise の意味があります読み方なんですけれども音読みでいく例えば教育するこれは to educate それから体育これは physical education これ体 body の意味ですそれから 育児これは childcare。それから訓読みでえー、っとあの育という読み方をするんですけれども、intransitive transitive のペアがあります。育つこれは intransitive 何々が育つ。だから子供が育つ。それから transitive の場合育てる何々を育てる。そう子供を育てる。これ気をつけてください。 はい、では次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、意味は to connect とか person in charge の意味があります。で、えー、コンポーネントなんですけれども、このラディカル,ィカル大丈夫ですよね、これ person、えー。それから右側、このパートなんですけれども、えー、これ family line という意味があります。 So, the person belonging to the family,、uh, family line is in charge. というので In charge という意味がありますで、えー。読み方なんですけれども、音読みで、えー、関係する、えー。それから、訓読みで、えー、かかとか書かり。例えば、えー、関わる、to be involved。Uh, 何々に関わる。その事件に関わる。 to get involved in that matter,、uh, in, in that case, とか。それから、係というので、person in charge。よく言うのが、係の人。あのすみませんあの、その係の人を呼んでください。とかそんな、えー、使い方をします。あと、案内係というので、clerk at the information desk。こんな使い方もあります。 次の漢字です、えー、この感じですけれども意味としては to bear, to lose, to defeat,、uh, to owe という意味がありますで、まあ、コンポーネントというか覚え方なんですけれどもこの上のパート、まあ、like、It's opening mouth、uh, という、uh, イメージを持ってくださいそれからこの下のパート、これは shell なんですけれども We used to shell as a,、like、a, a money So, if you talk open mouth, if you talk too much about your money, you might lose it. という、えー、それで、lose, defeat の意味がありますで。読み方なんですけれども、音読みで、ふというのがあります。えー、例えば、負債、debt。それから、負担する。これは、to bear a burden。それから、負傷する。えー、これは、to get injured. それから、勝負するというので、to have a match。この時には、女子パーティクルは何々と勝負する。それから、自負するというので、flutter oneself という意味もあります。で、訓読みなんですけれども、まをなんですか、負ける、to be defeated。例えば、誰々に、そのチームに負けるにを使います。 あと、追うなんですけれども、これは、to bear とか car、carry、えー、よく使うのが、責任を負う。Uh, to bear the responsibility 責任というのは、responsibility という意味です。 ででは次の漢字です、えー、この感じですけれども、意味は quick, fast, prompt という意味があります、えー。ちょっとコンポーネントを見ていきましょう。えー、このパートなんですけれども、意味としては bundle という意味があります。えー、そして、えー、このラディカル、みんなよく知ってますよね。これ、信用なんですけれども、えー、road, walk, advance とか go とかという意味があります。 So, if、uh, when things are bundled well, then、uh, they can go quickly, fast, というので quick とか fast という意味です。読み方なんですけれども、音読みで即という読み方があります。例えば、速度これ speed それから速達これ express ス delivery、えー、例えば、この手紙を速達で出してください。 メールディスメールバイエクスプレスデリバリーとかそれから早速これは immediately よくあのビジネスのあの何ですか e メールとかで早速のお返事どうもありがとうございました thanks for your prompt reply とかそんな使い方もありますあと快速これは high speed express カイ電車 express train それから 時速、これはスピードパーはパーアワーなんですが、例えば、新幹線の速さ、または新幹線の速度、スピードは時速320キロぐらいです。こんな使い方をします。それから、急速な、これはナアジェクティブドラピッドという意味です。訓読みで速い、これはクイック、イアジェクティブです。 それから、バーブ、えー、動詞なんですけれども、えー、これで、早める、to fasten, to quicken、えー、という使い方、えー、トランス v e v バーブです。それから、えー、速やかなというので、スピーディー、こんなアジェクティブですけれども、えー、こんな使い方もあります。 ででは次の漢字です、えー。この漢字ですけれども、意味は Ability, Function。それから No Play、えー、の No という意味もあります。で、覚え方なんですけれども、えー、あまりいい覚え方じゃな,ないかもしれないんですけれども、えー、この左はこれ、えーと、カタカナのムです。これ、ムーン、えー、月ですよね。So, two people sitting and looking at moons. and talk about their abilities というので、まあ、アビリティ・ファンクション、えー、という意味があります。読み方なんですけれども、音読みでノ、ノ、えー、訓読みはありません。で、えー、さっきも言いましたけれども、ノーこれ、ノープレイのノです。それから、えー、能力、i ビリティ。それから、能率、これは、エフィシエンシー,、えー。才能、これは、タレント、えー。例えばですね、 えー、彼女は、えー、才能があります。Uh, She has a talent というこんな使い方をします。それから機能これはファンクション。有能な、えー、これはなアジェクティブで capable、えー、彼女は有能な人です。A、capable person。それから可能性というので potentiality とか possibility えー、よく使うのが「何々する可能性がある」あります。例えば「明日は、えー、雨が降る可能性があります」。こんな使い方をします次の漢字です。 えー、この感じですけれども、意味は actual、それから appear、present という意味があります。で、えー、このコンポーネントなんですけれども、えー、この左側、これは king 王という意味です。それからこれは大丈夫ですね。これは、えー、見る。Uh, so the king is actually be seen, so he is present,、uh, he appeared,、uh, そういう意味です。で、 えー、音読みなんですけれども、現という読み方があります。えー、例えば、現在、present。それから、現代、これは、present day。現実、reality。それから、現金、これは cash、cash、えー。それから、現住所、これは、current、今のアド s ス、えー。それから、表現する、これ、to express。えー、transitive verb です。 訓読みなんですけれども、イントラン e verb で、現れる、何々が現れる、something appears という意味です。例えば、その犯人、犯人は、ク i ミナル。Uh, その犯人が現れた。That、uh, criminal appeared。それから、表す。Uh, これは、トラン v e なんですけれども、よく使われるのがですね、姿を表す、to、show his figure ってうので例えば彼は姿を表した、えー、こんな使い方もしますはい次の漢字です、えー、この漢字ですけれども、えー、意味は to organize assemble グループ、クラス、それからギャングという意味もありますで、コンポーネントなんですけれども、えー、これは thread ですよね、えー、それからこちら、まあ、あの imagine piling up so people are piling up this thread to assemble or to organize something、えー、というので読み方なんですけれども音読みで so、えー、例えば組織する to organize で、えーと、訓読みではくとか組 という読み方があります例えば、組なんですけれども、class,、え、team、ー、と,という意味があります。よく、えー、と日本の、例えば、小学生、小学校でですね、1年1組ですって言ったら、first grade homeroom、uh, 1という、こんな使い方をします。あと、組合というので、union 先生の組合とか。 それから番組、これはプログラムなんですけれどもよく使うのがテレビ番組 TV プログラムこんな使い方をします。 ででは次の漢字です、えー、この漢字ですけれども意味は to win とか to excel、uh, be superior という意味もありますで、えー、こちらのあまりいいお話じゃないかもしれないんですけれども、えー、これ moon ですよね、えー、それからこの右側 uh, uh, this kanji part itself means ticket というのがありますよく使われるのが例えば入場券 えー、ある例えばティアラーとかそれから駅もそうなんですけれども、えー、入るためのチケットそれから乗車券これはバスとか電車に乗る、えー、と券ティケットなんですけれども So someone is showing a ticket to the moon to show off his or her win、uh, winning to you、えー、そうなので win とか excel という意味があります 読み方ですけれども、音読みで、勝という読み方があります。例えば、勝者、これ、winner。これは人という意味です。だから、勝った人。それから、勝利、これは、victory。勝敗、この漢字は、負けるという意味です。そう、victory or defeat。それから、決勝戦、これは、final match。それからですね、ゲームなんかでよく、2勝3敗。 えー、これは2回勝って3回負けるもちろん、えー、3勝3敗、えー、3回勝って3回負ける、えー、いろいろなコンビネーションが大丈夫ですそれから勝負するこれは「to fight、えー」誰々と勝負するとを使います訓読みなんですけれども えーとこのかまさっていう読み方があるんですけれども、まあ、みんなが大切な方はかの方です。例えば、かつ to win、えー、そのチームにかつ to win that team それから勝手なっていうのでなアジェクティブなんですけれども selfish という意味があります、えー、とあの人は本当に勝手な人だ。i、uh, e s such a selfish person、uh, という使い方をします。 であのもう訓、えー、読みの「マサる」なんですけれどもエクセルそれから、えー、男サリっていうのでマンディという、えー、そんなアジェクティブもあります次の 感じですえー、この感じですけれども、意味は to break off、それから come to an end という意味があります。で、えー、この漢字のコンポーネントなんですけれども、これいいですよね、a、thread。それから、右側、これは color、色ですよね。So, when you see a color、uh, of thread, that comes to the end of that thread というので。まあ えっと、come to the end, あるいは break off という意味です。読み方なんですけれども、えー、音読みで絶、えー、例えば絶対、これ absolute、えー。よく使うのがアドバービアルな使い方で絶対に来てください。あそれがまあ come、uh, by any means という意味ですよね。それから絶好というので、best, best condition あ絶好です。えー、それから この同じあの読み方なんですけれども、絶好する。これ、漢字が違います。このこうっていうのは、これはフレンドシップ、uh, とか、あの何ですか、リレーションシップの意味があるんですけれども、そうこの場合、絶好するっていうのは、to break off friendship の意味です。それから、絶望する。これはホープ、hope。Hope がなくなるというので、be disappointed、えー。彼には絶望しました。 このにを使いますあと訓読みなんですけれどもあまり使いませんけれどもこんなので耐える to seize 何々が耐えるそれから何々を断つというので「to cut」とか「break off」という読み方もあります。 はいでは第4課の、えー、最後の漢字、えー、この漢字ですけれども意味は concern とか barrier の意味があります、えー、コンポーネントなんですけれどもこれは大丈夫ですねこれは gate の意味ですそう so, someone is creating some barrier inside the gate because he or she has concern、uh, というので concern という意味ですで、えー、と音読みの方なんですけれども という読み方です、えー。関東、これは東京の周りの地方。関西、これは大阪の周りの地方。えー、関東地方、関西地方という、えー、使い方です。それから関節、これは joined。あと、関心というので interest。何々に関心があります。I have interest in something。あと、玄関、これは大丈夫ですよね。 あの日本のうちの,そのエントランス、玄関です。それから、税関というので、the customs at the airport。あと、関係する、to be related。関係というのは、relationship の意味です。で、訓読みなんですけれども、あのかかというのは、かわる、to get involved の意味があります。ですから、その事件に関わるというのは、 Uh, I get involved in that case. そんな使い方をします。